4万5000円安い方ですね。めっちゃ探しました。一緒に住んでてだから6万3000円を2人で割るっていう感じです。お家なので実家なので0円です。Hey guys, this is Cathy Cat, and today we are at Bunga Fashion College for the entrance ceremony of all the new students. And today we're going to ask the new students how much money they are paying for their apartment here. So that's going to be interesting. So let's go and ask Japanese. 今の家賃はだいたいいくらですか？5万から6万くらい、そのくらいです。学校の近くですか？いや、世田谷区？ちょっと遠いくらい。7万ぐらいです。電車で20分ぐらいです。家賃は6万円ぐらいです。学校から電車で30分ぐらいです。7万円です。学校からどれぐらい遠いですか？歩いて5分です。やっぱ近いところを目指してたんですか？もちろん、いっぱい寝たいんで。4万5000円、安い方ですね。めっちゃ探しました。今住んでる場所は7万円ぐらいになります。6万2000円。ここから20分、30分ぐらいです。あ、7万5千円です。学校まで何分ですか？電車で10分ぐらいです。家賃は7万ぐらいです、はい、7万です。川崎の方です。じゃあ学校まで何分ですか？20分ぐらい。私は6万3千円ぐらいですね。一緒に住んでてだから6万3千円を2人で割るっていう感じです。ああ、ルームシェアみたいなですか？そうですね。寮なんですけど、はい、1ヶ月に5万円ぐらいかな。ここから遠いですか？50分ぐらいです。寮に住んでるんですけど、ご飯とか月で10万いかないぐらいで。じゃあもう全部セット、電気とかセットでそれぐらいでやってます。私も寮なんですけど、ご飯は入ってないで8万とかですか？私は実家です。じゃあゼロって感じ。はい、家賃は実家なので。実家です。実家です、はい、もうラッキーですね。実家です。あ、実家で暮らしてるんで分かんないの。ゼロ円です。私も実家なんでゼロ円です。ゼロです。実家ですか？実家です。実家なんで一人暮らしじゃないんですよ。ゼロ円です。移動時間とかどれぐらいですか？1時間かかんないぐらいですね。お家なので実家なので0円です。実家です。遠いですか？遠いです。1時間かかります。どれぐらいだろう。バスとか使うんでもっと多分かかると思います。私も実家暮らしです。じゃあ自分の部屋はどんな感じですか？もう服だらけです。ほぼ生活感がないようなものがあんまりない部屋が好きで。なんかプレーンのシンプルな感じ。そうそう、シンプルな感じが好きです。キラキラのイルミネーションって。イルミネーション、イルミネーション、部屋の中がイルミネーション。ビッグバンが好きなんでビッグバンです。ポスターとか、ポスターとかグッズとか。じゃあ部屋はどんな感じですか？ほぼ白身で、なんかハロウィンの時に買った変なろうそくがあるんですよ。それをちょっとこう置いて、ちょっとそれが好きです。ベッドと机しかないです。ああ、そうですか、うん、部屋カーテンないです。カーテン代わりに段ボールがあります。アマゾンの。まだまだですね。まだまだです。いつ引っ越したんですか？いつ？1年前です。買うお金がなくて。楽器しかない。もう何の楽器が置いてあるんですか？ピアノとギターとベースが置いてあります。洋服がめっちゃあります。溢れてます。古着屋さんとかよく行くんで、ヴィンテージ系とかそういうのが多いですね。大きいクマさんがいます。140センチのクマさん。自分の部屋は小学1年生から変わってないです。何も特に。全然ちっちゃいところです。机とベッドとクローゼットだけですね。物はあんま置いてないです。全然。おー、なんかシンプルな感じで。そうです、そうです。自分の部屋は小学校から使ってる机が一つと、あとロフトがあるので階段があってちょっと邪魔なんですけど、まあでも広いです。壁にポスター貼るのと、あとネックレスとかかけてます。部屋はちょっと狭いんですけど、やっぱ服とかが多いんで、ちょっと自分のことをやるスペースがありません。家は寝るためだけの場所なので何もないです。ふわふわの布団だけ。ちょっと微妙です。ちょっと汚いんですよ。あんま部屋はおしゃれな感じじゃなくて、これから極めたいと思います。ゴシックな感じです。赤黒になってます。あ、今のスタイルと。そうです。好きなイラストレーターさんのポスターを貼ってます。シンプル、白でだいたいまとめてます。部屋は 1K だからすごいちょっと狭いんですけど、でも綺麗で新しいお部屋です。お人形さんいっぱい飾ってます。引っ越してきたばっかでベッドとかないんで
寝袋で寝てます。割とあの服が好きなので、服をインテリアみたいな、見せる収納みたいな感じにしてます。そのどの感じのルームシェアですか？ロフトで、私がロフトを自分の部屋にして、下が私が寝てます、そこで。そのあ、じゃあロフト上と下に分けて。そうですね、そんな感じです。ありがとうございました。Interestingly enough, most students were still living with their families because A, it's cheaper, and B, you know, they probably take care of other things like the washing and food and similar things as well. So that's what most of the students were doing, but the other students were either sharing accommodation or living in student accommodation, like a dormitory kind of type. Actually, if you rent a flat on your own, most people were ranging between 60,000 yen up to 70,000 yen. That's the start where you kind of start paying the rent here in Tokyo.And from there on, it goes up and up and up and up, to be honest. So how about you? Would you prefer to live in student accommodation? Or would you like to actually still stay with your parents or live on your own? What is your preference and what would you do while you're a student? And let us know. We also have more videos asking Japanese people about things here in Japan. So be sure to check them out on the top right of the screen. So thank you very much for watching. And I'll catch you soon here on Ask Japanese.